ドイツ島院学園学校法人、島院学園は日本の学校法人。幼稚園から大学院を要する総合学園であり、横浜市青葉区黒金町のキャンパスに所在する。かつてはドイツにドイツ島院学園関連法人として横浜総合病院を模有していた。1964年に公教育ではできない私立ならではの教育をスローガンに設立され、 同時に高校を開校する。設立当初から能力別クラス編成により能力別の授業を行っている。1965年に工業高等専門学校を開校。1966年に中学校。翌年1967年に小学部。1969年には幼稚部を設立する。1971年に 東院学園高等学校公式野球部が第53回全国高等学校野球選手権大会において甲子園初出場、初優勝を遂げ、全国的にその名が知られることになる。1981年女子部設立。1987年、高専の募集を停止し、東院横浜大学を設置する。1992年、ドイツ東院学園を開校する。 1988年、メモリアルホール竣工。1700席を超える、この芸術ホールでは、音楽、演劇、映画、公演などが催され、学園内の生徒たちが様々な芸術、文化に直に接することができる。2001年4月、少数精鋭の教育に特化するために、マンモス校である、当院学園中学、高校から組織を分離し、 東院学園中等教育学校を設置した。ただし、これは、校舎は同じ敷地内に存在し、中等6年時には、高等学校、女子部との合同の授業も行われ、また、校舎の設備、グランドなども、教養、制服も同じである。2004年法科大学院を設立。2018年度より、学生募集を停止した。 中学校及び高等学校は高二まで別学の男女閉学。中等教育学校は男子校を採用していたが2018年度に高校が2019年度に中等教育学校が教学となった。これに伴い中学校の募集は停止した。学園創立者、初代理事長は三菱化成工業社長、明慶会会長、明慶学園理事長。 科学技術学園理事長なども務めた柴田吉、柴田修吉柴田修吉理事長の下で、当院学園の理事会の幹事をしていた、長男、柴田のりが1977年3月に死去し、公認幹事として、次男の柴田孝二が就任したが、1982年10月2日に、柴田修吉理事長が亡くなった後、宇川登が、学園創立以来の理事を一層し、 理事長と校長の両ポストについて学園長となった。また、うかわは後に、柴田と同様、妙形会会長、妙形学園理事長にも就任している。うかわには、一流高校学への父親学など、いくつかの著書がある。2007年11月27日、多臓器不全のため横浜総合病院にて死去。2007年12月8日の理事会において、 学園創立以来の教諭であり、1971年に公式野球部が全国優勝した時の責任教諭であった坂木原茂が第3代の理事長に就任、中学、高校、中等教育学校の校長も兼ねていたが、2012年4月より校長退任、理事長専任となる。2011年1月、高等学校のラグビー部が、 第90回全国高等学校ラグビーフットボール大会で東福岡高校と両校優勝を果たす。2012年6月より弁護士の平岩圭一が理事長となる。2015年5月、東院学園中等教育学校の模擬国連部が世界大会で準優勝を果たす。2018年11月、高等学校の公式野球部が 周期関東大会優勝を果たし、翌年3月には、第91回選抜高等学校野球大会に16年ぶりの出場を果たす。2019年4月より、心理学者、教育学者の溝上新一が理事長に就任。東院学園の交渉は53の霧である。霧には、随長、法王が宿るとされ、法王が千里と万里を甘かける前に、 その力を養うのが、霧樹の影である。これは、歴代理事長の母校である、旧正東京高等師範学校にちなんだ交渉となっている。創立者であり、初代理事長である柴田周吉や、二代目理事長である、宇川昇は、病形会の会長を務めた。宇川昇が、東京高等師範学校の先輩であり、人間探求派の俳人として知られる。 加藤周村に作詞を依頼して作られた。学園内のそれぞれの学校の校歌は学園歌と称し、1970年に制定された。校歌には学校名が入っていない。作曲は、宇川昇教え子の荒川洋。歌詞は4番まであり、それぞれが指揮を示している。ありがとうございます。